タッフさん4人最初から4人ですよ。今日は4人です。4人ですよね。最初そこ座ってませんでした。やだ、座ってない。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回も来てくださいました大人気のお二人です。アバウトガールズのお二人です。お願いいたします。あなたのハートをじっこんばっこん、おね二人でアバウトガールズです。あのアバウトガールズですって時のビビアンさんの挑発的な顔、うん、あれいいですね。ありがとうございます。実はね、あの前回出ていただいた時に最後ね、一番最後にありがとうございましたって言ったらビビアンさんの方がありがとうございましたみたいな変な挨拶したんですよね。そうで僕もまあちょっと気になったんで変な感じで言いましたねぐらいのことを言ってたんですけど、うん、あの時なんかあったらしいですね。いやそう、あのちょっと前あたりなんですけど、なんかこうやってね、私がお辞儀してパッて顔上げた時にここに何か通りました。だからあなんかスタッフさんがライトのなんかこう邪魔しちゃったのかなとか思ったけど、皆さん座ってらっしゃったし、あれって思ったんです。だから変な挨拶になってたんですよね、うん、あれあれみたいな。プリスさんは気づきませんでしたよね。何にも何にも。ビビアンさん、それ どんな感じだったんですか。もう黒い人影。人影、うん、男とか女とか分からない。分かんない分かんない。ポンパーってここ通ってると、なんかあったんですかね。でね、ちょっとねごめんなさい、心配あんまりかけたくないけど、あのね、その黒い影見てからね、ずっとここ痛いの。ずっとここ痛くてね、いとてててててってなってる。ちょっとテンション低いっすもんね。うっそー。今回コラボでね、うん、あの最初に撮らせていただいて、はい、まあ、あのお二人の手相診断で、あとはちょっとこう変な感じの怖い話と、皆さんのぜひチェックしていただきたいんですけども、ずっとこう楽しくね、ずっとやってたのに、なんかその1本目こっち撮り終わったからちょっとなんか様子がやっぱりいつもと違うなと思ってました。激痛、意外とそう、もう痛い。そんなんすかね。なんかいるのここ。だから時々ね、なんかいるとか、うん、あと本当にそのカメラが誰もいないところをずっとこうバーって顔認証してると思って写真撮ったら、一回写真撮れましたもん。変な顔みたいなのがガムってマジで映っちゃって。いや私たちもでも怖い話、自分たちのチャンネルでやった時その顔認証はありました、うん、全く私たちじゃなくて、後ろの窓にずっととかね、あとあのビビちゃんが話してる時だけなんかこうもやがかかるっていうか、映像が全部ぼやけちゃったりとか、あるんですよね。やっぱり今回何もなければいいんですけども、ではじゃあ早速、皆さん何か起こるかもしれませんけども、その辺も注意深くご覧いただきたいと思います。ではお願いいたします。まずはアリスさんです。はい、お願いします。これは田舎に住んでいる、私の知人 K 君の実際にあった怖い話です。その K 君なんですけれども、お父さん、お母さん、そしてお姉ちゃん K 君の4人家族なんですね。で、あのお母様があの交通事故であの意識不明の重体になってしまいまして、まあ、入院しちゃったんですね。であのご家族もそのお医者様から、あの残念ですけどちょっと意識が戻るのは厳しいかもしれないですっていうことを伝えられて、で、まあ、あの家族会議で、まあ、でも信じようよって、元気になること信じようよって、であの万が一お母さんが元気になってあのお家に戻ってきてくれた時のために、みんなであのお家の整理整頓、あのあそうお医者様から、まあ、もし意識が戻ったとしてももうきっともう
歩行は困難だろうって、歩くことはきっと厳しいと思うってことを言われてたので、その、まあ、戻ってきてもきっと車椅子だろうっていうことも考えて、あの家族みんなであのお家の整理整頓をしたみたいなんですよね。ただどうしてもそのお父さんお姉ちゃん K 君3人ともどうしても片付けられないものがあって、はい、それがあのお母さんがいつも大事に使ってた鏡だったんですよ。で鏡って言ってもこう手鏡じゃなくて、まあ、ドレッサーのような、うんうんうん、そう鏡で、ただその鏡があのちょっと置いてある場所が変だったんですね、うん、その何が変だったかっていうと、大体そのやっぱりドレッサーって、まあ、お母さんがあのいる寝室だったりとかに置くじゃないですか、うんうん、クローゼットの横とかね、そうですよね、はいはい、なんですけど、まあ、その K 君のお家はあの2階建てのお家だったんですけど、その、階段を上った正面のところにドレッサーがポンって置いてある、ちょっとあのなんだろう、不思議というか、上り切ったら階段に自分の顔が映るみたいなことですよね。だからちょっと家族もみんなその鏡の存在に対しては少し気持ち悪さがあったというか、うだったみたいなんですね。で、あのある時、また別の日です、別の日にお姉ちゃんが謎の高熱にうなされるんですよね、うん、で、あのその高熱にうなされながらお姉ちゃんがあの鏡のせいだ、あの鏡のせいだって言うんですって、ええ、でお父さんがその日お休みだったかなんかでそのお姉ちゃんの看病をしてる時もお姉ちゃんがあの鏡のせい、あの鏡早く処分してって言うらしくって、お父さんはでもそれを話半分に笑いながら聞いてる感じだったみたいなんですよね、ええ、なんか何言ってんだよって、鏡のせいとかないよみたいな感じで言ってたみたいなんですけど、でもそれでもお姉ちゃんがあのどうしても鏡を処分してほしいって言うので、ええ、じゃあ分かったって言って、まあ、お母さんが大事にしてたものだけど、じゃあもうあの、まあ、使わないだろうし捨てよっかって言って、お父さんがあのその鏡を処分しようとした時に階段から足を踏み外して全治1ヶ月の怪我をあのしょっちゃうんで、おっちゃうんですよ、お父様が、お父様が、はい、はい、それでお姉ちゃんがやっぱりあの鏡が不気味だって、鏡の呪いだみたいな感じに余計なってしまって、うん、そしたら次は K 君があの業者さんにもうやっぱり捨てよう、うん、君が悪いから捨てようって言って、あの粗大ごみの業者さんに電話をして、あの、引き取りに、うんうんうん、そう受け取りに来てもらおうって電話をしようとして、携帯を取った瞬間ちょうど病院から着信が来たんですよね、うん、それで、その電話に出たらお医者様からでお母さんの意識が戻ったと、はあ、奇跡的に、それでもう家族みんな喜んですぐあのお母さんに会いに行きますよね。それで、お母さんも無事、退院してきて、うんうん、で、みんなでまた、まあ、もちろんお母さんは車椅子だったんですけど、うんうん、まあ、でもみんなでまた家族での生活が始まって、でその時にまたその鏡の存在の話になったんですよね、うんうん、お母様が戻ってきてから、で、お母さんに、ね、お母さんってあの言いにくかったんだけど、ちょっとさって、あの鏡もう捨てない、うん、って家族みんなで言ったら、え、鏡、何の鏡、で、え、いやいやいや、あの階段のさって上にあるお母さんが使ってた鏡あるじゃんって言ったら、何言ってんのって、お母さんその鏡をそのまあ、田舎なので、ゴミ集積場みたいなとこに実際自分たちでこう運ぶっていうのがある、うん、あるんですよね。でそのお母さん、その鏡を運びにもう捨てようと思ってゴミ集積所に運んだ帰りに事故に遭って、そうあの入院してたんでしょってお母さんが言うらしいんですよ。え、お母様がその鏡を捨てに行った時に私は事故に遭ったんだよね。そうそうです、あのその帰りに、うん、帰りに事故に遭ったんだよねって言って、家族はもうみんな、え、何言ってんのって、いやそんなことない、だって鏡まだ捨ててないでしょ、鏡まだあるでしょって言って見たら鏡がないんですって。鏡がもうその
みんな家族みんなが今まで見てきた、散々そのお父様もそのせいで骨折、そうですよね、うん、あの全治1ヶ月のね怪我してるし、まあ、お姉ちゃんがの高熱がそれにつながるか分かんないですけど、まあ、当たり前のように家族、お母さん以外の家族3人が見てた鏡がそのお母さんの言葉の後に見たらもうなくなってるんですって。そうだから、え、何だったんだろうねっていう、うん、あのすごく不思議な、不思議ですよね、はい、話です。でももちろんお母様はもちろんその鏡の存在をもちろん知ってて、家族も知ってて、 そこには間違いなくあったんですよね。そうなんです。で間違いなくあって、それはお母さんの鏡だったんですか？それも間違いないんです。でお母さんはもうこれいらないなって思って自分でもう粗大ごみに捨てに行ってるっていう。ただそれがだからどっちが、あ、でもまあ、でもどっちが本当なのかって言っても鏡がずっとあると思ってたのにもういきなり見たらないっていうのがもう謎すぎて。お母様はその鏡を捨てに行った、その帰りに事故に遭ったんですけど、はい、家族からするとお母さんが鏡を捨てに行ったということは知らなかったんですよね。知らないんです。単純に外に出かけた時に事故に遭ってそういうことになってしまったと思ってた、はい、まさかその途中だったとはっていうことですね、はい、そうなんです。へえ。でやっぱりお母さんがゴミ捨て場に持ってった時に鏡はなくなってるはずじゃないですか、うん、だと思うんですよね。そうだから、うん、何が映ってたのっていうね。いや、そう、そうなんですよ。怖いよね。でもそれが例えば K 君だけに見えてるとかね、お姉ちゃんだけに見えてるとかだったらまだあれなんですけど、家族全員がもう普通に見えてて、みんなで家族会議であの鏡はやっぱり捨てようとかって言ってたのが不思議だなって。でお母さんが戻ってきた途端もう家族から家族も見えなくなってるっていうのが、いやすっごく興味深いのが、はい、これね、幽霊の場合って僕聞いたことあるんです、うん、階段で、うん、例えば実は亡くなってるんだけど、うん、みんな普通に接して、うん、その人が生きてると思って接してた、はい、その時に、はい、あるまた別の B 君が来て、いやさっきあいつと話したらさ、あいつがこんなこと言って、え、何言ってんの、はい、あいつ何ヶ月前に死んでるよって言った瞬間に、はい、みんなが見えなくなったっていう。やっぱりあるんですね。でもこれって何かこう霊、幽霊じゃないですか。そうですね、そのモノバージョンだから。でもだよっぽどお母様が大事にされてたんですかね。でも大事にしてたらそっか、粗大ごみ出さないですね。ただだからそのお母さんしかそれが本当はもうないんだよって事実を知らなかった、家族はそこにあると思ってた時には見えてたんだけど、うん、お母さんからいやそれないよって言われた瞬間に姿消すんですよね。そうなんです。だなんかこう幽霊じゃなくてモノバージョンでもそういうことがあるんだと思ってめちゃめちゃ興味深いですね。ですね。でやっぱりお母様もそれを捨てに行った時に事故に遭う、お父さん何を運ぼうとしてたんだっていうね、うん、いやそうですよ。だからそれで階段から踏み外して全治1ヶ月ですから。でみんなやっぱりね、さっきビビアンさんおっしゃったように自分が映ってたわけですよね、うん、何が映ってたんだっていうね、うん、また鏡っていうのが嫌ね。そう、うん、いやそう、ね、無条件でね、ちょっと不気味をね、たものだったのか。でやっぱり風水でも玄関から入ってすぐに向かい側の鏡ってよくないんですよ。あ、やっぱそうなんですね。開けて入ってすぐ弾き返してしまうような場所で、階段も上ったすぐ上に映るような鏡ってやっぱよくないんですよね、やっぱり。うん、何か、あ、そう、いやすごい話ですね。いやそうですね、これはもう K 君から直接聞いてる話なので、いやこれちょっと本当皆さんの見解伺いたいなってぐらいのすごいお話、うん、あの今回ですねコラボさせていただいておりまして、皆さんね概要欄の方にアバウトガールズさんのチャンネル、はい、貼ってあります。ぜひね、そちらの方にも飛んでいただきますと、あの僕も出てますのでぜひチェックしていただきたいと思います。そしてよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。お願いいたします。いややっぱすげえな、今回もすごかったです。よかったです、はい、じゃあ、まあ、次回ビビアンさんお願いいたします、はい、というわけですみません、なんか入った、なんか入った、ね、入ったね、はい、楽になったんじゃない、治った、こっち来たの行っちゃったね。なんか最後なんか起きます ね、 ねやだ、このコラボは。え、なんか本当に急にガッて来ました。え、なんか最後終わり際に何か来るいいですか、スタッフさん4人最初から4人ですよ、今日は4人です。4人ですよね、うん、最初そこ座ってませんでした、やだ座ってない、いや、会いましたよね、いらっしゃいましたよね、うん、いや、違う、この撮影の 回
ずっとそちら。やだ。やだ。やだ。もうずっとこの襖。うん。障子の横ずっと気になってる。あ、でしょ。そう。私もずっと。しかもなんか俺側じゃないですか。うん、で最後なんかグって入られた感じ。ズルってなりましたよ。ざまみろ。ざまみろ。怖い。え、マジで怖いやつばっかやるからだよ。怖いね。いや、延期ろ、ねえ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 、この時点ではね、もう延期ろ。みんなこっちに避難よ。これからも仲良くしてくださいね。お願いいたしますね。怖い絶対に話さないから。怖い。え、マジでここから俺来たのかな。ちょっと怖いですけど。いよいよ次回3本目でございます。はい、大丈夫でしょうか。皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ゲストはアバウトガールズのビビアンさん、そしてアリスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。確かに。